どうか Please can you keep my secret? キラキラと輝く未来、私はどんな呼ばわりしてもいいなんて、そんな道理があるはずがない。謝罪を要求します。鮎沢美咲さん、我が雅ヶ丘の生徒会に入っていただけませんか。私が全て保証して差し上げます。私は本気ですよ。こういうのが攻めってことらしいよ。もう薄井にからかわれるのはうんざりだ。生徒会副会長の牧と申します。私に何か。少しお話よろしいでしょうか。お前たち。はい、どうぞお納めください。五十嵐会長からの心ばかりの品です。いや、こんな高価なものをいただくいわれはありませんし。五十嵐会長はあなたに雅ヶ丘に転入していただきたいと強く願っております。こんなことされましても雅ヶ丘に行くつもりはありませんから、せっかくですけどお持ち帰りください。この日のために特別にうちの店で作らせたケーキなんです。無駄にするのはもったいないな。ご安心ください、五十嵐会長はこんなもので恩を売るつもりはありませんよ。どうぞ遠慮なさらずお納めください。五十嵐会長はあなたと共に雅ヶ丘をより良い学園にしたいと、ただその一心なのです。ただいま。あ、おかえり鈴奈。はて、見知らぬ殿方、もしや鮎沢塾第二期生。そんなものはないよ。いいからあっち行ってなさい。ではお茶でも入れますかね。すみません、ちょっと変わった子で。もしあなたが雅ヶ丘に来てくださるなら、会長は妹さんも雅ヶ丘に好条件で受け入れると言っています。いや、いくらなんでもそれは無理。五十嵐財閥の雅ヶ丘における影響力は絶大です。ん？妹さんのためにもぜひ今回のこと真剣に考えてみてください。あと3日間だけお待ちします。必ず良い返事をお聞かせください。そんな。会長はあなたがいらしてくださるまで雅ヶ丘で待っています。どうしたの美咲、ぼんやりして。いや、もしかしてトラのこと。トラ、五十嵐財閥の御曹司、雅ヶ丘の生徒会長、五十嵐トラだよ。美咲、まさか雅ヶ丘に転校なんかしないよね。そんなわけないだろ。桜たちを見捨てないでね。美咲が頼りなんだから。さくらさん、うかつな発言は慎んでください。ええー、美咲さんの将来を考えたら、一時の感情に流されるのはいかがなものでしょうか。なんだかんだ言っていい学校を出ておいて損ってことはありませんし。
美咲の将来？もしも転校して美咲とトラに愛が芽生えたりしたら、美咲はトラの妻？五十嵐財閥のセレブ夫人なんてことも。会長もさ、うちなんかにいるよりよっぽどいいんじゃね？なんたって天下のセレブ子、雅が丘だもんな。普通断らねえだろ。断る理由がねえし。ま、俺らだって会長いなくなったら前みたいに好き勝手できるじゃん。なって、お前らよくそんなことやるな。いって何すんだよ。会長はさ、雅が丘と喧嘩した時だって俺たちを信じてかばってくれたんだ。会長がどんだけ俺らのこと考えてくれてるか分かってんのか。そんなことは分かってるよ。けど会長が雅が丘に行きたいって言うならさ、俺らに止められねえじゃん。ずっと休んでたからな。大変になってたもんね。溜まった仕事を片付けないと。薄井さん、何度言えば分かるんだ。用もないのに生徒会室に入り浸るな。雪村が怯えているだろう。用はあるよ。どうするの、雅が丘。私は聖火高校の生徒会長なんだぞ。私がいなくなったら聖火は、うん、お前みたいなストーカーから解放されるのもいいかもな。雅が丘に転入ってどういうことですか？僕がいない間に一体何が？あれ、お母さんは？病院から電話があって、急にお世話にシフト変わらなきゃならなくなったんだって。無理するなって言ってるのに。女手一つで娘二人育ててるんだから、無理の一つもしなきゃならない時もありますよ。それはそうだが。ご飯できたよ。どうしたんだこんなごちそう。さてはまた雅が丘の連中が。違うよ、全部私が作ったんだよ。おからコロッケ、おからサラダ、タラバガニに見せかけたおから、鶏の丸焼きに見せかけたおから、お刺身に見せかけたおから。全部おからか、すごいな。おからは安くて栄養満点なんだよ。貧乏なんだから料理もこれくらい工夫しないとね。すまないな、鈴なりまで苦労かけて。お姉ちゃんのせいじゃないよ、逃げたお父さんのせいだから。それに料理は楽しいし。いただきます。いただきます。重いな。なあ鈴な、うん、雅が丘学園に行きたくないか？え、だってお金持ちで頭のいい人が行く学校でしょ。もしも行けるとしたら？そんなお金があったら本物のタラバガニを買うよ。なんで？いや、ちょっと聞いてみただけだ。それにしても全部おからの味だな。デザートは鮎沢塾が持ってきた最高級ケーキがあるぞ。だから鮎沢塾じゃないってば。美咲さんはそういうの行かないと思いますけど、正直私も遠慮したいです。とにかく静子も一度見たら絶対好きになるから。ほら見て、かっこいい。女ですか何ですか？誘発みし？夢みしだよ。わざと間違えてない？いや、ほんと興味ないんで。もう電話しちゃおう。ああ、美咲。さくらか。今どこにいるの？雅が丘に来ている。雅が丘ってどういうこと？美咲、さくら、
悪いが後でまた電話する。ちょっと美咲、美咲さん、何ですって？ダメ、通じない。雅ヶ丘学園に行ってるんですね。美咲、どうするつもりだろう。なんでこんな大事なことを一人で決めちゃうの？心配するな、私が何とかする。なんだかんだ言って、いい学校を出ておいて損ってことはありませんし。美咲はトラの妻、五十嵐財閥のセレブ夫人なんてことも。大丈夫です、美咲さんなら必ず何とかしてくれます。本当ですね、私たち美咲さんに頼ってばかりで、美咲さんの気持ち何も聞いてなかった。大事なこと何も話せてませんでしたね。静子は本当にいいの？美咲が雅ヶ丘に行っちゃっても寂しくないの？さくらさん、美咲さんを奪い返すならこちらも雅ヶ丘に負けないよう徹底的にやりましょう。うん。ごきげんよう。お母様はお元気？今度のバカンスはどちらへ？前に来た時は気づかなかったが、さすが雅ヶ丘、うちとは全然雰囲気が違うな。会長、聖華高校の鮎沢美咲が来ました。そうか、せいぜい歓迎したるわ。初めてですね、会長がここまでこだわる女性は。マキ、お前俺を満足させられる女なんかおらんと思ってるやろ。俺もずっとそう思っとったけどね。鮎沢会長、きっと来てくださると信じていました。五十嵐会長、良いお返事をいただけると思ってよろしいのですね。そのことですが。あ、え、なんで今日はミサちゃんがいないんだ。せっかく今日はシロヤンの誕生日なのに。祝ってほしいよ。いく、黒田つ、俺もダメだ。シロヤン、しっかりしろ。おい、よもう帰ってくりで祝うよ。ご主人様、ミサちゃんにはなれないですが、ほのかたちがお祝いさせていただいてもいいですか？ケーキも用意しました。メイドラテ特製バースデーケーキを作ってみました。あ、大丈夫、いつもごひいきのご主人様へのサービスなの。嬉しいです。でもサンバカって書いてあるような。複雑。ただならいいよ。失礼します。え、すみません、静子が急に。誰か私たちと一緒に雅ヶ丘に行ってくださる方はいませんか？え、美咲さんは今一人で雅ヶ丘に乗り込んでます。会長が？もしも美咲さんが雅ヶ丘に転入するつもりだとしたら、それは引き止めなかった私たちのせいでもあります。わがままなのかもしれないけど、やっぱり私、美咲に聖火にいてほしい。みんなだってそうじゃないの？鮎沢会長以外の会長なんて僕考えられません。会長を迎えに行こう。ああ、よし、行こう、迎えに行こう。俺たちも行くぜ。ああ、では行きましょう皆さん。はい。さすが金持ち学園だな、生徒会室にシャワールーム隣接は普通じゃないよな。っていうか、なんで私はこんなことになってんのかな。ない、確かここに置いたはず。違うロッカーだったか。あ、ここでもない。あった。これは鮎沢さん、大丈夫ですか？
も私の制服が見つからないのですが。ああ、それならシミになるといけないのでクリーニングに出すように女子に頼みました。いや、あの、それじゃあ私は何を着たら。おや、代わりを用意してあるでしょう。これを着ろってか。どうしました、あゆざわさん。いや、これちょっと肌が露出されすぎだし。もしかしてあゆざわさん、シャワーで誤って火傷でもされましたか。はあ、だけど気を使って悟られぬよう服で隠そうとしていらっしゃるのでは。いや、そんなことは。もしくは足を滑らせて転倒したとか。いや、それも。とにかく何かお怪我でもなされたのではないのですか。いや、だから。入りますよ。え、ちょっと待った。大丈夫です、怪我なんてしてませんから。動揺してらっしゃるじゃないですか。いや、とにかく服が恥ずかしくて。またそんな嘘を。嘘じゃないですって。じゃあとにかく無事な姿を見せてください。うわー、とりあえずこれ出てますから10秒待って。10秒ですね。10 9 8 7 6 5 4。本気で数えてる。何なんだよ。2 1 0。制服返してください。いや、そういう割には完璧に着こなしていると思いまして。いつもの癖が。とにかく汚れたままでいいですから制服を。そんなもったいない。本当によく似合ってますよ。ご自分でもそう思いませんか。こういうのが好きなんやろ。わざわざこんなバイト選ぶ女が学校じゃああやもんな。お前おもろすぎ。無駄や、外は大勢控えとるからな。ま、とりあえずこっち来いや。そういう方だったんですね。全然気づきませんでした。俺はお前が鈍感ってことは最初から気づいとったけどな。性格悪っ。でもさすがにこんな簡単に落ちるとは正直がっかりや。もうちょっと骨のある女やと思ったんやけどな。はあ？メイドしながら生徒会長やる女やし、この雅が丘でも何やらかしてくれるか楽しみでもあるしな。ちょっと待て、何か誤解を。しゃあないな、これで十分やろ。これでも足りん言うんならもっと俺を楽しませてみんや。楽しませる。五十嵐財閥の次期総帥であるこの俺にはその肩書きだけで腐るほど女が寄ってくる。従順なだけの女はもう飽きた。お前には少し期待したんやけどな。お前も金に釣られてのこのこ来よった。所詮あいつらと変われへん。くだらん女やったっちゅうことや。かわいそうなやつだな。そうやってずっと人を蔑んできたのか。お前の周りにいるやつらがくだらないと言うならそれはお前のせいだろ。この世にくだらないやつなんて一人もいない。今日私が来たのは雅が丘への誘いを断る、それだけを伝えるためだ。聖火の会長を降りるつもりは毛頭ない。やっぱりあんたおもろいね。無駄や、あんたが合気道なら俺は柔道やから寝技が得意なんや。やめ。はい、そこまで。外の奴らなかなか入れてくれないからちょっと悪いことしちゃった。ごめんね。まあそっちの方がもっと悪いことしてるしね、変態お兄さん。度胸しとるな。まあ何にせよ別の相手探してくれないかな。
こいつはそんな簡単に触っていい女じゃない。お前が言うか。じゃあそういうことだ。行こっか会長。ちょっと待って、五十嵐会長、聖火高校生徒会長としての私でよければいつでもお話を伺いましょう。失礼します。薄井、なんでここにいるんだ。会長、あの変態にまんまと騙されてるし、それに俺のこと呼んだでしょ。な、何言ってんだ。わかな、呼んでない。聖火の会長を降りるつもりは毛頭ない。でもまあよくできました。あ、やっぱり。薄い、ありがとうな。あ、制服取り返したけど、生地も仕立ても最高級の雅が丘のと、会長がいつも着ている聖火のと、どっちがいい？さっさと返せ！やっぱそっちね。断ってきたから、みんな安心してくれ。あ、おかえり。なんで薄いんだ。ほんま、おもろい女や。やっぱりあの場面で名前を呼ぶなら俺しかいないでしょ。しつこいぞ薄井、呼んでないって言っただろ。いや聞こえたもん、しっかり。お前どこにいたんだよ。あんな小さい声が聞こえるわけないだろ。ほらね。あれ、さくらと雪村、なんでそんな格好してるんだ。やまい天気だべ。まだや、でっかい桃が流れてきたぞ。あー、桃大好き。私はこの辺りに住むものでございます。しずこばあさんも桃くべ。鬼退治ならお供を連れて行かないとな。